アンドレア・グルミネリは、イタリアのフルート奏者。レッジョ・エミリア県のコレッジョ出身。10歳でフルートをはじめ、パリ音楽院で、ジャンピエール・ランパルに支持。ジェームズ・ゴールウェイからも学ぶ。パリ音楽院在学中に、イタリアのストレーザとアレッサンドリアの国際コンクールで最上位を制覇し、注目を集める。1983年、パリ賞ソロ部門を受賞したのを契機に、 1984年25歳の時にルチアーノ・パバロッティに見出されニューヨーク・マディソン・スクエア・ガーデンのコンサートに同行して共演するとともに CD でも共演した。1984年にもパリ小室内学部門を受賞。さらにロンドンのハイド・パーク、ニューヨークのセントラル・パークをはじめパリのエッフェル塔やモスクは 赤の広場など音楽が盛んな欧米の大都市名所でのコンサートに同行し、パバロッティの名声の広がりとともに、その名を知られるようになる。2008年10月12日に、ヨルダンのペトラのエルカズネで模様された、パバロッティツイートコンサートザトレビュートツーパバロッティにも出演している。ソリストとしては、ジョルジュ・プレートル、カルロ・マリア・ジュリーニなど多くの世界的な指揮者と共演した。 スカラザやカーネギーホールなど世界の著名劇場ホールでコンサートに取り組む。エンニオ・モリコーネやサイグサナリアキラの楽曲でオーケストラとの共演を果たしている。さらに1996年のセントラルパークのナウムバーグ野外音楽場の野外コンサートではブランフォード・マルサリス、ケニー・カークランドラと共演。他にエルトン・ジョン、ジェームス・テイラー、 スティングラと同じステージに立ち、マレーシアのトップボーカリストであるニンバイズ・ウラの CD のレコーディングに参加するなど、クラシックの範疇にとどまらない大物アーティストとのコラボレーションによって音楽の世界を広げてきた。1991年、イタリア共和国大統領より騎士の称号を与えられる。日本での演奏は2002年に開催された。 万事彫刻庭園美術館開会式レセプションが初めてとされている。2003年にもイタリア政府から功労者として勲章を授与された。2005年の愛知万博でのコンサートに出演し、後に東京、副総長、安城、三島、札幌を巡ったのをはじめとして、日本にもたびたび来日している。ありがとうございます。